皆さんこんにちは。最近中国ではまだ反日デモが行われました。で、ここで反日デモということはですね、昔の違って、かっこつきのデモです。つまり、本物のデモではなくて、従来のように人が街に出て、あのパレードするとか、デモ行進しながらですね、道路両側の,あの店を壊すとか、あるいはですね、レストランを壊すとか、 日本製のクマを壊すとか、そんなものではなくてですね、今回の反日のデモのは、インターネットでの反日デモです。しかしですね、損害を受けた人は、過去のですねデモよりですね、もっとひどいですね、もっとあの損害が多かったんです。 あ反日のデモの,そのターゲットになったものをですね、今回は、あの農夫三千という会社です。農夫三千という会社ですけれども、この会社はですね、天然水、つまりミネラルオートを 基本の原料としてですね、飲料水を作る会社です。この会社の、ね、飲料水はシリーズがたくさんあります。主にお茶ですけれども、ウーロン茶とか、紅茶とか、抹茶とかあ、緑茶とか、そういうものがたくさんあるんですけれども、なぜこの会社がですね、半日でものターゲットになったのかですね。そのきっかけは、ある人の死亡です。 中国ではですね、ワハハという会社があるんです。この会社はですね、えー、純水をその基本原料とする、やはりですね、飲料水を作る会社です。この会社は 1978年創立されたんですけれども私が日本に来たのは1997年ですけれどもその時ですねこの会社の商品があのとても人気あったんですね。 だったんですけれどもこの会社の社長がですね、2月25日亡くなったんです。社長の名前は、中清浩ですね、曹恵光、昭恵光という人ですけれども。 で、この人と有名な人で影響がある人だからいろんな人がですね、この社長を強くする文章を書いてインターネットで掲載し始めたんですね。だからいろんな人がその、えー、会社を強くする文章を書いて、まあ偉いだと称えながらですね、文章を書いたんですけども、そのうち誰かはですね、あのー、このは母の社長のその葬式に、 農夫三千の社長があの出席してないんだと。で農夫三千のその社長はですね、中三三という人ですけれども、この人が若い時でですね、あの困っていた時、その母の会社の社長がこの人をですね、中三三を雇ってですね、会社を雇用したんですね。だからこの人が、 ハ母の会社で、あのー、仕事しながら技術を勉強、勉強し、それで,で、ね、またお金を稼いだと。それで,で、自分が最後に独立して、えー、1996年、その自分の会社を創立してたんですけれども、会社を創立してからは、そうすると同じくみんな飲料水を作る会社だからライバルになりますね。で、ライバルになって、二人の間でトラブルが発生するとか、そういうのがあったので、 そのためですね、母の社長が、えー、亡くなったとき、農夫の社長は行かなかったと。だから農夫の社長は、えー、恩知らずのものだとですね。だから、その農夫先生、参、えー、戦の社長をですね、批判し始めたんですね。で、そのうちですね、二つの会社の消費の比べてですね、土地がどのようになっているのか、そういったんですけれども、消費の比べるうちにですね、 和母の会社の商品のそのロゴですね。あの商標は、みんなですね、中国の文化ですね。中国の山水絵とか、あるいは中国の愛国のイメージを生えている、中国の国家、国旗のイメージとか、ハートとか、そういうものが入っているんですけれども、和その農夫山泉の飲料にはですね、日本の絵柄があったとですね。みんな日本の絵柄だと。例えばですね、 呃、農夫三戦のその、商品のシリーズはたくさんあるんですけども、その中、東方素盐という商品がですね、東方重派という,う,う商品があるんですけども、その商品の商標には50の塔があるんだと。その50の塔はですね、日本の戦争時にあるものだと。だからこれは日本を先導するものだと。まだですね、ほら、この山の あ形はですね、富士山に似てるじゃないかとですね、この前に湖があるんですけれども、えー、富士山の近いところに湖があってですね、この山の形はですね、富士山の形を知っているんだと。実はですね、このあ商標の名前はですね、チェンドフというものですね、千道湖というものですけれども、その千道湖はどこにあるかというと、中国の浙江省の 甲州市にある湖ですだからこの会社2つの会社ですね。ワハハの会社もこのノフ山聖の会社も2つの会社を見るの、甲州市にあるんですよ。だから甲州市の湖を背景にしてこの,あの商標を作ったんですけれども、これはですね、ハリテーモやる人たちがですね、日本の富士山の形だと言っているんですね。ま、だですねこの お茶、お茶パイ飲料というお茶のシリーズがあるんですけれども、この商標はですね、商標にはあの芸能人があるんです。その芸能人の形はですね、日本人の形だと。日本人の形を知っているんだと。で、ウサギを乗っているんですけれども、そのウサギは何を台風しているのか、みんなが見れば知っているんだろうですね。 このうさぎは何を代表しているのか、実は私はですね、知らなかったんですね。あ月にそのうさぎがあるから、月の形を知っているんじゃないかと思ったんですけども、最初はですね。よく見たら、そのうさぎの形は中国の地図の形を知っているんです、似ているんですね。だから、多分あ、日本人の芸能人が中国をいじめいているんだと、そういう形を あの知っていいるんじゃないかとあその意味,意味ではないかとですねこの、えー、商標はですねまだそのうさぎの前に絵柄が一つあるんですけれどもその絵柄はですね、まあ、菊の花かあるいはですね飛びいったら三日のです、ね、横断の方向に、えー、切ってです、ね、その断面の形をしているみたいですけれどもこれはですね靖国神社の 前のですねこのよう,なような絵柄があるんだと。これに似ているんだと。またですね、このパイは、お茶パイ、パイのそのパイをですね、数学で使うパイですけど、パイは靖国神社の鳥の形を知っていると、これ似ているんだと。またこのお茶の茶の文字ですね、茶の文字は靖国神社の建物の形を知っているんだとですね。 私ですね私も靖国神社に、えー、行ってみたことがあるんですけれども靖国神社にですねこのような絵柄があると私は知らないですよ見たことがない気が付いてなかったかもしれないんですけれどもこのこれらの人たちですね反日をするために靖国神社に対してかなり謙虚があったみたいですねこれ見たらだから普通の,その反日ではなくね本当に あの、年入りでですね、反日しているんですよ。まだですね、この飲料の原料はですね、福島のものだと、福島県のものだとですね、またこの玄米茶の絵柄は日本の鯉のぼりの肌だと、また紅茶の絵柄は馬があるんですけれども、この馬はですね、日本の徳川時代の武士の馬と似てるんだと、まだですね、この動脈飲料にはですね、 人が踊っている形があるんですけれども、この絵柄はですね、この踊っている人のその形は、 日本のその阿波踊りと似ているんだったんですね。などなどこのような、あのー、う比較しているものがたくさんあります、えー。だからですね、この農夫参戦の創業者、その社長はですね、中山さんという人が戦日分子だと、チングルフンズ。チングルフンズという,うとことは戦日分子と書くんですけども、生は生死の生ですね日日。日は日本の日、分子は日本の日。 人を指す場合が多いですけど、悪者ですね。悪者をタく分子というの例えば、ファングミフェンズ、半角分子とかですね。悪者、ファイフェンズですね。悪者とか、ストギー分子使うんですけども、これは精神的に日本のやつだと。このようなですね。 えーこう農夫賛成の社長にですねこのようなそのレッテルをつけて、えー、この人は日本の文化を宣伝するんだとインターネットですね、まあ、あたくさんの人がこの社長を批判し始めたんです。さらにですね あ,あ,ある店では、一部の店ではですね、農夫三0の製品を全部卸ろして、は<あ>母の製品を入れ,入れているのがあるんです。その動画が掲載されてあるんですけれども、あるいはですね、その納付3 0の商品を半額で販売するとか、つまり値下げて販売するとかですね、また他の店でも、この農夫三0のその商品を全部卸しに上べかけるとか、 そういう動画も掲載されているんです。だからこのようにやって3日間で農夫でで、ね、参戦の会社が3億円の損失を受けたんです。3億円ということは日本のお金で換算すれば、現在は約60万円になるんです。だから、えー、過去のです、ね、デモで、えー、本当にデモです、ね、街で出て人たちがパラテルながら物を壊すときは、 多分3億円ないでしょうね。店とか車とか殺されたんですけれども、今回は3日間で,です3億件の、ね、損失を受けたんです。しかし、あの皮肉的なことはですね、この納付3 0の商品を全部卸した店はどんな店だと思いますかこれはですね、セブンイレブンのコンビニだと言われています。セブンイレブンはですね、日本ではアメリカから あ多分入ったと言われたんですけれども中国のセブンイレブンはですね日本から入ったものですだから日本の名前を付けたあの店がですね日本の絵柄をある商品の中国製,製の商品を全部おろすんですね反対するということはおかしいでしょうもしもし本当に 反すするとすれば自分の店を閉めればいいんでしょう。自分の店を全部壊せば、それは徹底的に反日ではないですか。実はですね、お茶の文化は中国から日本に伝わったものですね。五重塔も鯉のぼりのなどのものもみんな中国から入ったものだと日本人はみんな知っているんですね。私は最初中国にいるときは知らなかったんですけれども、 日本に来てこのようなものがですね中国から入ってきたと初めて分かったんです。実はですね中国と日本は昔から文化の交流が盛んに行われていたんですね。だから昔は日本が中国からいろんな文化を学んできたんですけれどもつまり日本の文化は中国の文化をの影響を受けたんですけれども近代に入っては 逆に日本の文化が中国に入って、中国の文化がですね、日本の文化の影響を受けることがたくさんあるんです。例えばですね、文字だけ、単語だけですね。中国人が統計したものですけれども、日本から入った単語が3000個あると言われています。ここにですね、いろんな例があるんですけれども、例えばですね、 解放、共産主義、芸術、階級、共和、自由、思想、資本、政策、知識、哲学、能力、発明、文化、法律、民主、理想、論理、この他にはたくさんあります。科学的の用語と医学的用語、いろんな炎症とかですね。みんな日本から入ったの単語です。共産党自身も、この単語自身もですね、 えー、中国日本から中国に入ったものです、えー。私がですね、大国時代に勉強するときのその大学の本館はですね、日本軍の,その司令部だったんですよ。で、私の教室もですね、日本軍の司令部だったんです。その建物自体がですね。また、延々朝鮮族自治州の州政府のオフィスも、その 満州時のですね日本の軍の,その刑務所だったとっ言われてます。これらのものをですねまだ今でも使われているんですよ。だから本当に反日、えー、しようとすればこれらのものを全部否定すればいいんじゃないですかね。そのお茶とかそんなものはつまらないものそんなものを反対して何もならないでしょう。 だから、小復興というものが、小復興ということで、大したことができないですね、共産党を支持する人たちです。あの、最も徹底的に、例えば、反日しようとすればですね、 あの中華人民共和国の名前ですね、えー、中華人民共和国3つの単語があるんですけども、7文字でですね、国語でですね2つの単語が日本から入った単語です、えー。人民と共和国ですね、みんな日本から入ったものです。だから本当に徹底的に日本の文化を否定しようとすれば、中華人民共和国の名前からですね、変えなければいけない。 これを変えれば本当に徹底的に反日するじゃないですかね。だから、いわゆる反日する、その反日デモをやっている人たちはですね、いかなる能力もない人です。実は中国ですね、ごく少数の人、何もできない人たちがこのような反日デモをやっているんですね。あ今日はですね、えー、反日デモを インターネットでの反日デモですね。反日デモについて、えー、話しました。ご視聴ありがとうございました。